今回はですね、東大を卒業して60を過ぎた人の転職、その結果の末路でございます。いや、前回の私のねエピソードに引き続きなんですけども、定年退職した後60代半ばを過ぎて転職活動したその60代のね東大卒の男性がある名もなき中小企業の採用面接に行ったんですけども、もうすごすぎる人なんで使えませんってことで採用されなかったらしいんですよ。でその後ですね、この方は同じ東大卒で固まっている合同会社に就職が決まったんですよね。でその合同会社では、社員一人一人が500万円ずつを会社に対して出資して、で集まったお金でいろんなビジネスやプロジェクトをやっていきましょうっていう、まあ、そういった会社だったんですよね。で、やっぱり自分は東大卒なんで、まあ、気の触れたね同じ大学を出た人たちと一緒にビジネスやろうかなと思ってそこに、行ったらしいんですよ。そうすると即採用になって、じゃあ一緒にやろうよって感じで、まあ、とりあえず500万持ってきてって感じで500万をねその会社に預けたらしいんですよ。でそこで新しいビジネスとかを展開していって、あらりの出る、会社、そして給料も 7,80 万ねそれぞれがもらうような形にはなってるらしいんですよ。で、ちょっと前にその就職しようとしたその中小企業はなんとですね1500万の債務があって結構シックワクしてたんですよ。で給料はやっぱり15万とか高い人でも20万とかっていう間で結構頑張ってやってらっしゃってね、で宿泊してるところあります。まあ、そこで能力の高い人を来てほしいんだなと思うけども、能力が高すぎるとどうも使いにくいなってことで不採用になっちゃったわけですけども、その会社は今でも結構苦労してるらしいんですよ。でね、その60代の男性が再就職した合同会社っていうのはそういった形で営業力といえばね営業力なんですよ。東大卒っていう営業力で、それだけでもう他にもう、ああ東大卒なんだ、だったらもう分かるよねって感じで自分たちの分かってる範囲とか許せる範囲とか信用できる範囲がねすごく似てるんですよね。まあ今でも東大卒っていうとやっぱり社会的な信用っていうのは最初からある状態なんじゃないかなと思いますし、特にね今60代で東大卒っていうとね、まだ大学に進学することが一般化される本当に直前の時代だと思いますので、その頃の東大卒っていうのはやっぱり結びつきも強いですよね。であれから何十年も経っちゃうと1年間で3000人ぐらい東京大学もね入学者出してますんで、10年で3万人ですよ30年でもう10万人ぐらい東大卒が出てるんで、ありふれてるといえばありふれてるんですよね。その中でやっぱりこう高卒とか一般大学卒の人で固まってるそういった会社に対して東大卒がポンといくのはやっぱりそれはそれでバランスが取れてないから難しいところもあるんじゃないかなと思いますけども、でもね東大卒ばっかりでやってる会社っていうのは東大卒を受け入れられやすいんですよね。だからほとんど面接も書類選考もなしにスッと入ったらしいんですよ。で500万持ってくれるって言ったら当然そのぐらいもうとっくに作ってますんでね、その方ははいどうぞって感じで500万でそこで10人ぐらいで5000万を運用していって、それでビジネスやったりとかね、まあ、いろんな挑戦をしていくとお金がずっと生み出されていって、まあ、500万出した人に対して毎月のお給料を60万とか70万払えるようにはなっているみたいな感じなんですよね。まあだからね営業力すごく大事ですけども、営業って何もねいろいろくっちゃべるだけじゃなくて、あ私ちょっと60代半ばを過ぎてるんですけども東大は出てるんですよっていうと、やっぱりこう東大卒ってものがものすごい武器として使える時代に東大入ってるわけですよね。そしてそこを卒業してるわけですよ。だからそっからの人生ってものすごく順調で安泰で多分いい会社人生を送ってきたんでしょうね。で子供たちも何不自由なく進学させることもできて、一発の子供たちになってね大人になって社会を羽ばたいていって、で何の問題もない時に生活費を稼ぐために働きに来たんじゃなくて、自分の力をね全く別の畑で使えるかなと思って自分の力を使ってくださいっていうふうに言ったのに、その自分の力を使ってくださいっていうふうに言われた方はとても扱いきれませんみたいな感じで向こうがギブアップしちゃったみたいな感じですよね。でも東大卒で固まってる会社は、あうちは東大卒は全然使えるよできるよみたいな感じで、なんかすごく水が合ってたんでしょうね。すぐに利益を生むようになっちゃいましたというオチでございました。